本日のヒーロー、プロ初打点、プロ初三塁打、プロ初猛打賞、武岡選手です。ありがとうございます。チームが非常に苦しい中で6連敗で迎えたこの神宮でした。スタメン起用でした。どんな思いで試合に臨まれたんでしょうか。こういう状況下の中で、自分のできることをしっかりやって、勝ちに貢献できればいいなというふうに思って、スタメンから頑張ろうというふうに思ってました。まさに自分の役割、2回のプロ初打点ですけれども、自分の仕事を全うしました。振り返ってみてください。僕の中では1打席1打席がアピールだと思ってたのであんまり覚えてないんですけど、とりあえず食らいつくぐらいのイメージで、打席に立ちました。そして5回にはプロ初めてのスリーベースヒットが出ました。もう一生懸命走ってらっしゃいましたが、どんな気持ちだったんでしょうか。それも、打った瞬間、スリーベースいけるかなというふうに思っていて、で走ってたらいけそうだったので、もう一生懸命走ったっていう感じです。そしてなんといっても5回守備で見せてくれました。素晴らしいグラブトスダブルプレーでした。ありがとうございます。守備で見せたというのはいかがですか。僕の中でも、守備にはこだわりを持って頑張っていきたいと思っているので、その件に関してはすごく嬉しいです。そしてこれが神宮プロでの初めてのヒーローだというふうに思います。これまで支えてきたいろんな人がいると思いますが、マイクに向かってその思いをお願いします。今まで、僕の成長に、僕の成長を手伝ってくれた皆さん、本当にありがとうございます。さあ初めてのお立ち台ということになりました。神宮球場の皆さんに改めて自己紹介を最後にお願いします。背番号60の竹岡です。長岡とは間違えないでください。皆さん覚えてください、竹岡選手です。本日のヒーローでした。おめでとうございました。ありがとうございました。